こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。フライトファルコン前に行きそうです。ザルーブル、それに続いています。さらにはファンシーモーニング、6番ピースキャッスル、その後ろアワッド、後方からこの辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。前に戻りましょう。フライトファルコン先手を取りました。大気ブリザード後位をキープ、その外にファンシーモーニング、その外からソルフレンド、その後ろからはマーベラスキャンディー、トールアルデル、そのうちに続いています。内からはザルーブル、その隣にピースキャッスル、すぐ後ろにセイオリーブ、さらにはディバインフラッグ、最後方にアワッド。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。13番ファンシーモーニング、一気に先頭に立ちました。さらにはフライトライツ、その外にソルフレンド、その隣にチェリートゥーレ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ。13番ファンシーモーニング、まだ粘っています。2番手は大気ブリザード、これは絶好の手応え。フライトライツ3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭は大気ブリザード、大気ブリザード先頭、2番手はソロフレンド、残り 200m 大気ブリザード先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はソルフレンド、大気ブリザード1着、大気ブリザード完勝、大気ブリザード1着、2着はザルーブル。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。大気ブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭に立ったカワチトリビュート、あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 カワチトリビュート差を広げる。2番手は名将テゾロ、カワチトリビュート1着、カワチトリビュート完勝、カワチトリビュート1着、2着は微妙です。これが世界を制した実力だ。カワチトリビュート